ED23 型の形式図 ED56 型は日本国有鉄道の前身である鉄道省がイギリスから輸入した直流用電気機関車である。後に貨物機へ改造され ED23 型となった。本形式は三菱電機が海外メーカーとの技術提携を模索する中で研究用に輸入したものを鉄道省が買い取ったものである。公式には 1927年にメトロポリタンイコールビッカースで一両のみが製造されたことになっているが、現車の名盤は1923年製で、鉄道省への入籍は1928年である。また、機械部分の製造車はスイスのスイスロコモティブマシンワークスである。車体は箱型であるが、運転台部分で一段幅が詰められている上に、 つま板は大きな交代角のついた3面折りつとなった特徴的なものである。本形式の最大の特徴は、電動機を4機装備する D 型機でありながら、電動機6機の F 型機並みの直列、自家並列、並列の3段組み合わせ制御となっていることである。これは、本形式が直流3000ボルトの南アフリカの一 e 型電気。 機関車をもとに1500ボルト用に再設計されたものであるからであろう。本形式の電動機の端子電圧は1500ボルトである。ED57 型と同様に、東海道本線で旅客列車の牽引に使用されたが、中央本線電化とともに八王子機関区に移り、飯田町八王子間で使用された。しかし、一形式一両である上、 特殊な制御方式で、運転台も狭い上に、広報市民にも難があるため、1940年3月に、大宮工場で、歯車比を貨物用に改め、ED23 型に改め形式された。この時、車体の全面が、新資格に改造されるとともに、3段、組み合わせ制御方式も通常の2段組み合わせ方式に改められ、本機の特徴は失われた。 最後は、栗浜市区に配置され、横須賀線で使用された。1958年に旧車、1960年5月に廃車となった。その後解体処分され、現存しない。三菱電機が、ウェスティングハウスエレクトリック車と提携交渉を進める過程において、パテント量をめぐり対立したことから、価格交渉を有利に進めるために数社と並行して、 交渉を行っていた。メトロポリタンイコールビッカースもその一つで、交渉はかなり具体的なところまで進んだが、同社がウェスティングハウスの関係会社であることが判明したため、失敗に終わる。ED56 型は、この交渉の副産物のため、ゆえに製造年が1923年となる。なお、最終的にはウェスティングハウスが折れて、パテント量を値下げし、 三菱との提携に至った。ありがとうございます。